ディア・ドイトはくるみちのの4コマ漫画作品。漫画クラブオリジナルにて連載されていた。竹書房の4コマ雑誌専門誌である、漫画クラブオリジナルにて2001年1月号から2007年4月号まで連載されていた。単行本は2年単位の発刊ペースで、全3巻74話。話のカウントは、ボリューム X。主に社会人を主役とする現代ものの日常を、 取り扱っていた当時の一般向け4コマ漫画というジャンルの中では珍しく不思議の国のアリスをはじめとした世界の様々な童話や神話をモチーフとした無国籍な世界観のもとに現世と冥界の狭間で繰り広げられるドタバタを描いたファンタジーコメディー作品当初はメインの舞台となる喫茶店ディアドイトのエイトレスであるアリスやオーナーでもある マスターと店の常連客の周囲で巻き起こるとタバタが物語の主軸であったが、徐々にディアドイトを訪れる客が持ち込むトラブルと、その解決が物語の主軸になるように内容がシフトしていった。ゲストキャラクターが登場する回では、主なるレギュラーの登場人物は狂言回しの位置につくことが多い。なお連載終了後、同作者同出版社作品である、パパパパラダイス、 瀬戸際花嫁とのコラボレーション作品 DPS が発表されている。ディア・ドイトは、現世と明快の狭間ファンタジーの世界にある、未練を残す魂を癒すための喫茶店。そこで働くのはオーナーでもある、テディベアのマスターとウェイトレスのアリス。そんな二人の店には、常連、神経を問わず癖者な客が大勢へやってきて、時にトラブルを巻き起こす。アリスとマスターは、 今日もトラブルを時に起こしながら、時に巻き込まれながら、ディアドイトで働き続ける。竹書房官バンブーコミックス A ご飯全3巻。ありがとうございます。